お疲れ様です。ついでに何か買ってるんですけど、何を選んだかね、さっぱり覚えてないんですよね。ジャンクスタイルです。いや、タカラトミーモールさんからこれ荷物ね、届いて、まあ先日東京オートサロンの分を紹介したんですけど、これトミカショップオリジナルのランボルギーニシアンを買ったんですよね。それがね、10月ぐらいなんですよ。もう3ヶ月近く前。3ヶ月じゃないかも、4ヶ月近く前か。で、その時誕生月で、なんだっけ、20% オフとかなんかそんなね、クーポンもらえるじゃないですか。それを使って、たと思うんですよね。何台か買ってるんですけど思い出せないで、明細見たらわかるんでしょうけど、明細入ってないのよね。後払いにしてるから。じゃあ購入履歴見てたらね、わかると思うんですけど、まあそれじゃ面白くないからねと思って、今まだ確認せずにこの状態で置いてました。皆さん覚えてます？でも3、4ヶ月前に予約した商品なんて。まあいいや、しのごの言わずにどんどんっていうか見ていこうか。せーの、はい。あーは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 ー、トミカショップオリジナルのやつを4台買ってるんですけど、まあこれだね、今回出たやつ、ランボルギーニシアン FKP37 っすね。これ初のカラバリですよね。あとがスバル WRX-S4STI スポーツ。これも初のカラバリじゃないかな。あとなんだ、うわ、幼稚園バスなんか買ってる。多分あれだろうね、トミカショップオリジナルのものを買って、なんていうかな、持ってないものを選んだんでしょうけど、ちょっと待てよ。まあこの4台ですね。幼稚園バスか。タイミングによって在庫が変わってくるじゃないですか。その時在庫があって、かつ自分が持ってないものを選んだんでしょうけど、でも多分、これだと送料無料ライン届いてないよね。何やってんだ無理に買わなくて。まあでもこれはね、まあ欲しいというかいいよね。これ、40代のおっさんが幼稚園バス買っちゃってる。まあでも、まあ、なんだろう、ラインナップ的に。まあでも、まあどうなんだろう。多分これ以外は結構前に出てるやつなんで、ちょっと面白みもないかもしれないけど、せっかくなんでね、ちょっと全部開けてみよっか。これ楽しみだったんですよね、シアン。だから、2021年のトミカ、定番トミカのね、ナンバーワンにあげたんですよね、私。これ何回か言ってると思うんですけど、これはね、楽しみっすね。トミカショップってさ、昔は福岡にもあったし、結構全国にも8カ所か、ね、9カ所か10カ所か、それぐらいあったと思うんですけど、今東京と大阪しかないんですよね。なので福岡に住む私たちにとってはね、タカラトミーモールさんで買うとか、まあ、通販で買うしかないんですよね。おっと、ちょっとこれやべえぞ。あ、嘘、これトミカショップオリジナルランボルギーニシアン FKP37 ね。まあ、トミカさん的には初のカラバリなんですけど、これちょっとやべえ。これマジか、すげえぞ。みんなすごいよこれ。色めちゃくちゃ綺麗。やばい、なんかすごい、今、ちょっと夜中なのに興奮しちゃって、大きな声出してる。割となんだろう、キャストいいし、非常にスタイリングもいいなと思ってたんですけど、ちょっと地味めの色だったんですよね。で、ホットウィルでも最近出たけど、ちょっと地味めな色だったんですけど、いきなりきらびやかな。これやべえぞ。うわ。ちょっと待って。ちょっと仕切って、ちょっと照明、ちょっと待ってよ。ちょっと暗いかもしんないけど、これでいこう。でも、ちょっとこの色は出ないぞ、多分映像で。これ、なんだろう、エメラルドグリーンっていうのかな。わかんないけど、これは綺麗だね。トミカショップのロゴ、やっぱり入れなくちゃいけないんでしょうけど、さりげなくてかっこいい。わー。やっぱね、さりげない方がね、かっこいいんですよ。マッチも言ってました。でもこれかっこいいぞ。ね、ホイールのリムがね、もうちょっと、あ、でも、え？これ前後でタイヤの径が違う？え？通常もそうでしたっけ？覚えてない。好きだって言いながら覚えてない。これでもめちゃくちゃ綺麗ですね。うわ。なんて表現したらいいんだろう。なんかホイール変えてやったら、全然なんかこう、もうちょっと、いや、言い方悪いかもしんないけど、トミカに見えない、もっと高級ラインっぽい感じに見えますよ。これは、やっぱ肉眼で見た方がいい。肉眼で見た方がいい。
これ売り切れてんのかな、在庫なしになってんのかな。これは皆さんに手に取ってほしいな。うわすげえ、めちゃくちゃいいよこれ。もうあれだよ、あの2023年度のなんだろう、3インチ系ミニカーの塗装あの塗装綺麗な大賞ノミネートですよ。これキャストもいいんすよね。あのホットイールのキャストも良かったけどね、多分あの真面目な作りで実写にね近いと思うんですけどね、ホットイールより。あこれはこりゃいいよ、本当にやば、言葉がね出ない。で本当にあのいいものをなんだ目の前にした時には何も言えなくなるっていうか、言葉失うね。こんな色だと思わなかった。えだってサンプルカード多分こんな感じだよ、全然違う、いい方向に、いい意味で全然違う。これめちゃくちゃやばいぞ、多分ね、あの再販かかると思うんで、これは買ってほしい、ぜひ手に取ってね、あの開封して肉眼で見てほしいな。なんだろうな、これエメラルドグリーンっぽい感じのと粒子の粗いメタリックが入った感じだけど、似合ってんのよこれが。この色を選択した人、あのデザイナーさんわかんないけどさ、企画した人すごいよ。これずるいな、ドミカショップオリジナルって。えこういうカラーリングのやつこそさ、なんだろう、東京オートサロンとか限定とかでさ出して面白かったんじゃないかな。きらびやか、ほんとね、みやび、みやびじゃないね、ほんときらびやか、きらめきだよ。うわすげえ、これはいいよ。ドミカではほんと珍しい色じゃないですかね。まあ塗装細かいよね、まあもともとだけど、もともとだけどっていうか、あこれはね。でほら各部にあるなんだろう、ちょっとグレーっぽい塗装が引き立つ感じで素晴らしい、非常に素晴らしい。一つの、なんだろう、こういったスケールの玩具っていうか、まあ工業製品っていうかね、の中でも、素晴らしいと思うよ。何言ってんだろうな。これは感動っすね、感動。いやー、ミニカーで感動するのっていいよね、やっぱ。こういう感動があるからやめられないんですよね、ミニカー買うの。え、これ一人一台だったのかな、これね、3、4台買ってもよかったかもね。いや、もうこれほんと素晴らしいです。あの、ぜひね、皆さんにも。私こんなにね、進めることないと思うんですけど、なんだろう、あんまり嫌なんですよね。人にこう、強要するというか、ぜひ買ってほしいとかいうの、あんま好きじゃないけど、これはね、ぜひ買ってほしいですね。じゃあドミカショップオリジナルスバル WRX-S4STI スポーツですね。これカラーバリ出てたっけ。ほい、赤、真っ赤だね。これなんか最近袋の入れ方適当っすよね。前もうちょっと丁寧じゃなかった、なんかこんな感じでこんな感じとか、最近ぐちゃぐちゃっと入ってるね、トミカさん。これもいい感じっすね。トミカショップのロゴがそんなに主張してなくていいかも。あこれ普通にいいね、ちゃんとこの辺、あのなんだろう、赤だからといってサボったりせずに塗ってあるのがいいっすね。これ出たのいつだっけ、2021年ぐらい。あだからシアンと同じぐらいかな。シアンいいねこれもでも、うん、空張りとしていいっすよね。あでもこれかっこいいね、久々に見た気がするけど、どこにしまい込んだっけな、そのやつ。あ意外と、うん、赤ね、なんだろう、スバル車赤かって感じなんですけど、細いね。でも結構メリハリボディが見えてて強調されてていい感じっすね、うん、赤も結構ちょっと暗めの赤で、あいいかも。あいいっすね、これはいいや。あこれもお気に入りですね。第1軍で飾ろう。でトミカショップオリジナル三菱ランサエボリューション4かの消防指揮車仕様ですね、はい。ほらこれちょっと前のでしょ、50周年なんて書いてあるから、でも割と丁寧だけどぐちゃって入ってるな。でさっきのマシだよね。これ結構在庫であんのかな、復活したり消えたりするのかな。あこれもいいね、元がいいからね。これもいつの1997年のキャストとか、98年ぐらいの発売かな、定番っていうか通常品だと。古いの使い回すな。でもこの辺も大キャストなんですよね、今だと樹脂にしそうだけど。これもいいね、おおかっこいいな。消防本部、あれこれはあれなんだ、トミカショップとか書いて、ああ書いてあるじゃん、
これはいいね。この辺に変えたのいいね。ちょっと前の私だとこういった消防系とか緊急車両系とかってあんまり買ってなかったんですけど、割と去年あたりからね、割と買うようになりましたね。パトカーも含めて。こんな指揮車あったらみんな見に行くよな。あ、まあ、普通にかっこいいです。あ、彩色も細かいし、はみ出しもないし。これいいね。さっきの赤と比べよっか。こっちの方がやっぱさっきのやつ、WRX の方が暗い赤ですね。やっぱ消防指揮車だからこのぐらいの赤でいいかな。でも思ったより暗い赤ですね。やっぱでけえわなぁ。59分の1ですって。結構でかいよね、やっぱ。これまあ普通にいいし、働く車系というか、ね、なんだろう、緊急車両系好きな方は。マストでしょうね。まあ私は言わなくても買ってるでしょうけどね、皆さん。最後に回しちゃった。トミカショップオリジナルトヨタコースター、トミカ幼稚園バス。多分持ってないやつの在庫品がこれだったんでしょうね。あ、なんかパンパンになってんな。いい。これさ、いつも思うんだけど、トミカの袋こうなってる場合とこうなって、あ、この耳を保護してんのか。袋も長っ。はい、重たい。そしてトヨタコースターのトミカを、なんだろう、手に触んの久々な気がする。トミカショップ、トミカ幼稚園。幼稚園バスって最近結構派手なやつ多いっすよね。にしてはこれ地味なんじゃないですかね。まあ、トミカショップってここ書いてあるけど、そんなに違和感ないというか、別にそれを求めてない。あれ、まあ、どこに書いてあろうがこれだといいよね、いいよねっていうか。でもこうトミカ幼稚園って書いてあるのが、ここもトミカ幼稚園にして、トミカショップってこの辺とかルーフとかに入れた方が面白かったのにね。猫さんかな。でサンプル画像が割と黄色っぽいこんな感じだったと思うんですけど、もっとベージュっぽい感じですね。でね、これ個体差かな。私の耳がちょっと前に斜めってますね。てかここにつけるのはちょっと無理がないか。うん、まあちょっと正直これ以上入れることがないちゃんと塗られてて仕上げはすごく丁寧だと思うんですけど、ちょっと初期気づかな、ここ。ポッチワンナ、チップワンナ。はい、か。感じっすね。まあまあ、持ってなければね、1台はっていうか。まあそこまで私もトミカガチコレクターでもないけど、持ってないのがあるのは尺だし。尺だしっていうか、持ってないけど、在庫があって見逃すのは尺だしって感じで。てるんじゃないかなと思います。知らないよ、もう4ヶ月ぐらい前の自分の心境なんて。まあトミカショップオリジナルのトミカを4台見てったんですけど、まあランボルギーニシアンを買うついでに買ったんですけど、まあ良かったんじゃないかな。っていうかシアンがめちゃくちゃいいや。これ並べてみても浮くわめちゃくちゃ綺麗。これは素晴らしいですね。この色で出そうと思った、本当担当者さんありがとう。本当感謝の意を表したい。なんていうの、もう分かんないけどさ、ありがとうトミカさん。うん、感動っすね、感動。まあ結構ね、トミカショップオリジナルの分も値段的にはね、定番トミカよりも高いし倍ぐらいするのかな。だけどさ、これだけの感動を得られる、そして楽しめる、そして幸せになれるんだったら、まあ安い趣味ですよね。うん、ね、ゴルフに行ったり飲み歩いたりとかね、パチンコでとかじゃなくて、すっげえコストパフォーマンスのいい感動の得られる趣味ですよね。ちょこちょこね、在庫復活したりとかするんでね、ぜひ皆さんもいかがですかね。まあ何かのついで、タカラトミーモールで買い物したついでに、これもちょっと買ってみようかなとかいうノリでもいいんで、ちょっと手にしてほしいですね。本当私がここまで押すことってないと思うんですけど、まあいいよ私も在庫が復活したらもう 2,3 台買っちゃうかもねっていうぐらいですよ、このケチがじゃあすいません、なんかもう感動しすぎて何言ってるか分かんない感じの動画になっちゃいましたけどここまでね見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。